れ？今、何か物音がしなかった？部屋に入ると同時に、臨戦態勢のまま状況確認を。え？多分、侵入者だ。爆発物が仕掛けられている可能性もあるから、気をつけて。ちょっと、冗談でしょ？頼むから僕の言う通りにして。なんだったらここで待っていてくれても構わない。冗談。覚悟はできてるから、とっとと中に踏み込みましょう。了解。あ！逃げられたみたいだね。でもおかしいな。人のいた気配がない。トラップも仕掛けられてないみたいだ。そんなことまでわかるの？どうやら置き土産はこれだけみたいだ。それって手紙？今夜10時大聖堂まで来られたし、くれぐれも他言無用のこと。それだけ？大聖堂って西街区にある大きな教会のことよね。今夜10時っていうことはもうすぐか。怪しさ大爆発だけど、虎穴にイラズンバとも言うし。ねえヨシア、ここはお誘いに乗ってみない？ダメだ。どうしたの？ごめん、大声を出して。ほら、さっき兵士たちが夜のパトロールを強化してるって言ってただろ。西街区までは離れているし、見とがめられる可能性が高いよ。あ、忘れてた。だからといって放っておくのも気持ち悪いし。だから僕一人で行ってくるよ。え？こういう時は二人よりも一人の方が行動しやすいからね。兵士たちをやり過ごしながら大聖堂までたどり着けると思う。様子を確かめるだけなら僕一人で十分だと思うんだ。だから君はここで待ってて。こら。私だって遊撃士の端くれよ。自分のことは自分で面倒見られるし、足を引っ張らない自信だってあるわ。もっともらしいこと言ってもごまかされないんだからね。エステル、僕はそういうつもりじゃ。私を信用してないわけじゃないのはわかってる。心配してくれているんだろうけど、多分それだけでもない。何か心当たりがあるってとこ？そんな素振りも見せてないのに、どうしてそこまでわかるんだい？そりゃ、私はヨシア観察の第一人者だもん。なんとなくわかっちゃうんだってば。ここまで、か。え？わかった。もう止めないよ。指定の時間までもうすぐだし、急いで大聖堂に向かうとしよう。あ、うん。でも、約束してほしいことがある。何かあったら必ず僕の指示に従ってほしいんだ。一瞬の判断ミスが命取りになるかもしれない。うん、わかった。それじゃあ急ぎましょう。あ、早速巡回してるみたいだね。もし兵士たちに見つかったらホテルに連れ戻されると思う。兵士たちの巡回をかわしながら、なんとか大聖堂までたどり着こう。うん、オッケー。やった、なんとか到着したわ。気を抜かないで、エステル。先に僕が入るから、後からついてきてくれ。うん。ごめん、エステル。僕の勘違いだったみたいだ。来てくださいましたか。あなたはひょっとして周遊道であったシスター？その説はどうもありがとうございました。よくあんな伝言でここまで来てくださいましたね。あの手紙、シスターのものだったんだ。でも一体どうしてこんな思わせぶりなこと？なるほど。ようやく気づきました。あなただったんですか。
ヨシュア君はなかなか鋭いな。では失礼して、暑苦しい服は脱がせてもらおう。王室親衛隊中隊長ユリア・シュバルツ中尉だ。久しぶりだな、エステル君、ヨシュア君。来てくれると信じていたよ。お久しぶりです、ユリア中尉。ルーアンの発着場でお別れして以来ですね。ああ、そうだな。さほど経っていないのに、随分と昔のような気がするよ。ちょっと待って。なんでユリアさんがそんな格好をしているわけ？それと、どうして私たちをこんな場所に呼んだりしたの？一つ一つ答えさせてもらおう。まずこの格好だが、七葉教会はリベール王家と昔から深いつながりがあってね。リシャール大佐の陰謀によって追われることになった我々をいろいろと助けてくれているのだよ。そうだったんだ。もう一つの疑問だが、君たちを呼んだのは他でもない、明日の決勝で勝利したら城の晩餐会に招待されるだろう。その時にグランセル城にいる女王陛下と接触してほしいのだ。虫のいい頼みなのは分かっている。だが手配された我々にとって城内に入り込む術は存在しない。もはや君たちだけが頼りなのだ。なんというか偶然ね。僕たちは陛下と会うために武術大会に出場しているんです。え？そんなことがあったのか。おう、エイドスよ。大いなる慈悲に感謝します。ならば、私の方から君たちに頼むことは、ただ一つ。苦境にある陛下の相談に、乗って差し上げてほしいのだ。うん、もちろんそのつもりよ。内政不干渉が原則とはいえ、この事態はさすがに見過ごせません。できる限りのことをさせていただくつもりです。かたじけない。それでは、これを持っていくといいだろう。これって城の助監長をされているヒルダ夫人という方への紹介状だ。多分陛下はあの特務兵たちに厳重に監視されていると思うが、身の回りを任されている夫人なら君たちを陛下に引き合わせることができるかもしれない。へえ、そんな人がいるんだ。わかりました。その人を探して相談してみます。よろしくお願いする。情けないことだな。え？関係に陥れられて、守るべき方を守れなかった屈辱。たとえこの命が果てようとも、奸賊を討ち陛下をお救いすることで晴らさんと誓ったばかりなのに、君たちに力を借りるしかない無力な自分が情けなくてね。そんなに自分を追い詰めなくても。それに申し訳ないけど、明日の試合で私たちが負ける可能性だってあるんだし。君たちならきっと大丈夫だろう。あのカルバードの武術家殿も大した腕の持ち主のようだが、なんといっても君たちはあのカシウス大佐の子供なのだから。え？ユリアさんも父さんのこと知っているの？王国軍切手の父親にして剣聖と呼ばれた最高の剣士。退役前に士官学校の武術教官をなさっていた時にご指南いただいた、私の剣の師匠とも言えるお方さ。信じられない。父さん棒術しか使わないのに。退役して遊撃士となった時に剣は捨ててしまったらしいな。ただ敵を断つだけでなく、強きをくじき弱きを助ける、そういう精神の象徴として棒術を選ばれたと聞いている。そうだったんだ。私の棒術にそんな意味があったなんて。その精神は間違いなく君にも受け継がれていると思うよ。誇りに思ってもいいんじゃないかな。よしは、カシウス大佐が鍛えた君たちだ。必ずや優勝できると信じている。Hehehe
ユリアさんにそう言ってもらえると、なんだか自信が湧いてきちゃった。全力を尽くします。失礼、オート警備隊です。現在、テロ対策の一環として、主要施設の見回りをしております。夜分遅くに申し訳ありませんが、中を改めても構わないでしょうか。やば。まあ、ご苦労様です。少々お待ちください。すぐに鍵を開けますから。祭壇部屋の方に、外に通じている裏口がある。君たちは、そこから行くといい。うん、わかったわ。ユリア、注意も、どうか気をつけてください。なんか巡回を避けてるうちにこんなところまで来ちゃったわね。もうこっちの方には兵士はいないみたいだけど。うん、人の気配はないね。そろそろ夜間のパトロールも終わりみたいだ。少し休んでからホテルに戻ろうか。オッケー。うーん、いろいろありすぎてなんか頭がパニック状態かも。確かに。まさか大聖堂で待っていたのがユリア注意だとは思わなかったな。あ、そういえば結局ヨシアの心当たりはユリアさんじゃなかったのよね。ひょっとして前に会ったことのある人とか。それは。ごめん、今のなし。ルール違反、ルール違反。エステル、ヨシアが話す気になるまで出会う前のことは聞かない。気をつけてはいるんだけど、ついつい忘れちゃうのよね。エステル、僕は君と旅をしてきて少しは強くなれたと思うんだ。え？同じ空の下で生きている様々な人々の様々な人生、響き合う人の思いと思い、そんなものに触れることで、なくしたものを取り戻せる。そんな気がしていたんだ。ヨシア？多分、それは錯覚なんだ。だけど、それでも僕は、君と一緒にいられることを、感謝したいと思っている。この空と、父さんと、何よりも、エステル。君に。ヨシア。だから、約束する。今回の事件が片付いて、父さんも無事に帰ってきたら、僕の過去、君と出会う前のことを話すよ。本当？うん。この星空にかけて、約束する。よし、決めた。エステル？なんていうか、モヤモヤが吹っ飛んじゃった。私も、全部片付いたらヨシアに話すことがあるから。え？ああ、もしかして例の悩みのこと？そうそう、それそれ。覚悟してもらうからね。覚悟っていつでもできてるつもりだけど。だったら今すぐにでも。ダメだってば。やっぱりそういうのってタイミングがあると思うし、シチュエーションはすごくいい感じなんだけど。もう、よくわからないけど、落ち着いて話をするためにも、明日の試合は負けられなくなったね。もちのろんよ。あんな連中に邪魔されるもんですか。乙女のパワーで、特務兵どもをぶっ飛ばす！ぶっ飛ばすって。君ってやっぱり父さんの娘だな。何よ、失礼しちゃうわね。あんな不良中年とどこが似てるっていうのよ。うん、そうだな。なんだか僕も明日の試合勝てそうな気がしてきたかな。